平和のために誰かが犠牲になる、そんな世界は私たちが変えてみせる。ごめんなさい、待たせてしまったわね。では始めましょうか、インタビュアーさん。まずは自己紹介からね。神波女子芸術高校2年、生徒会会長兼生徒会防衛隊隊長を務めている本間あけひよ、よろしくね。それじゃあまずは何から話そうかしら。え、生徒会のお仕事について。そうね、神波は芸術高校だから夢や目的を持って入学する生徒が大勢いるの。その生徒たちがのびのびとやりたいことができる環境を作ってあげること、そして学生として青春を謳歌できるようサポートすること、それが神波生徒会の役目だと私は考えているわ。そうそう、忘れてはいけないのがリリーとしての務めね。自分が戦う意味を見出せないのならば、いたずらに戦うべきではない。よく考え、本当に戦うことを受け入れられる戦いにのみその力を振るいなさい。リリーの戦いは今日が最後かもしれず、命を凸に値するかどうかはリリー自身が決めるべき。これは神波女子芸術高校の校訓よ。神波は他のガーデンと違い、自身で戦場を選ぶことができるの。命をトスに値しない戦いには参加しなくていい。たまにね、その考えは臆病者の考えだと非難する人たちがいるわ。リリーは人類のためにヒュージと戦うことを優先すべきだと。もちろんそれは正しい。でも私たちはリリーである以前に一人の未来ある学生、ヒュージとの戦いは命がけだからこそ決断は各々がすべき。それを臆病者の考えという気持ちもわかる。だけど私は、神波には臆病者のリリーは誰一人としていない。いるのはリリーとしての志を強く持った生徒だけだと信じているわ。だからこそ神波の校風がある程度緩くてもガーデンとして成り立っているのよ。ちょっと熱く語りすぎちゃったかしら、ごめんなさいね。次は生徒会防衛隊についてでいいかしら。生徒会防衛隊はその名の通り神波を防衛するための部隊よ。といっても生徒会と同じメンバーなんだけどね。メンバーは私含めて4人、任務によっては助っ人を呼ぶこともあるわ。グランエプレのかなほさんや高根さんにも助っ人をお願いしたことがあるのよ。彼女たちは優秀だからとても心強かったわ。生徒会防衛隊の出撃範囲は主に神波近辺よ。グランエプレが神波の外を守るのに対して生徒会防衛隊は神波の内側を守っているの。次は生徒会メンバーについて。そうね、なかなかの個性的なメンバーという感じかしら。帰国子女の横田春奈さんは元気で明るく一生懸命な子。アメリカのガーデンでも活躍していた優秀なリリーなんだけど、高根さんのことが好きすぎるのは何とかしてほしいのよね。定例会議の議題で今日の高根姉様のコーナーを定常化するのはやめさせたけど、かなりがっかりしていたわ。塩崎すずめさんは真面目でとてもいい子ね。仕事も早くてすごく頼りになるのよ。でもなんというか、あの子とても可愛らしいでしょ。それでいてちょっと奥手で物静かな性格だから、変なことに巻き込まれないか心配なのよね。石塚藤野さんは天才的なセンスを持った優秀なリリーよ。生徒会の仕事もだけど、特に防衛隊の任務の時に彼女の進化が発揮されるわ。
ただ彼女かなりの変わり者で、いつ何をしでかすかわからない問題児でもあるのよね。つい先日も彼女のせいで危うく看板の風紀が崩壊するところだったわ。とまあ生徒会メンバーはこんな感じよ。本当に個性的なメンバーで毎日が大変なのよね。どうかした？私そんなに楽しそうに話していたかしら。でもそうね、毎日が刺激的で楽しいのは間違いないわね。インタビューこんな感じでよかったかしら。なんだか私のことあまり話せていないような気がするけど、十分伝わった？そう、それならよかったわ。インタビュー以外でも困ったことがあったらいつでも生徒会室に来ていいからね。それじゃあまたお会いしましょう。